編集チャンネル。役職ごとにどういう仕事をされていらっしゃったのかっていうのを教えていただいていいですか。雑に言うとですね、はい、鬼滅の刃とかご存知ですか。はいはいはい、アナリスト、アソシエイト、VP はもう鬼殺隊なんですよ。取れて取れてしょうがない時もあれば、いつまでたっても取れない時もあります、ね、取れたら取れたでまた凄まじく忙しくなるんですよね。そうですね。それ皆さん労働環境どんな感じなんですか。私たちの時はですね、はいはいはい、景気良かったんでですね、うん、もうみんな危機として夜中までやってましたよね。おお、土日ももう家になんかいてらんないと。やればやるほどボーナスが増えるからみたいな。それもあるし、はい、やってること自体も楽しいし、でもまあだんだん景気悪くなってからは、うん、提案しても仕事にならないっていうのが続きますよね。そうすると会社のトイレに行くとですね、もう午前中からブースが全部閉まってるんですよ。どういうことだって思ってるともう疲れ果てた若手が倒れてるんですね。倒れてる人とかそんな普通にいるんですね。響きとか聞こえてきますから、やっぱ激務っすね。我々の方はまあ案件があるから集中できると思うんですけど、カバレッジの方は案件を作るための仕事が非常に多いのでやっぱり辛そうですよね、旗で見てて、結構カバレッジは泥臭い、こうそれこそ深夜の飲みの付き合いみたいな営業という営業をやるわけですか。それはもうやっぱりあのディレクターから上の世界ですよね、アナリストが接待行くとか、まあ、滅多ない。じゃあ上の人も上の人で夜忙しかったりするんですか。逆に忙しくないと大丈夫かって言われますよね。はあ、かっこいいな。でもそれは忙しくないと仕事がないってことですからね、うん、ただそれもですね、やっぱリーマンショックまでで、うん、それ以降はもう豪華な接待をして案件取るなんてけしからんということになってるので、まあ、バークレーズだけじゃなくて各社非常に寂しくなってみんなで予算これしかないけどいい店知らないっていう情報交換したりしましたね。そっか、ちょうどだって富田さん2006年入社でしたね。そうです、バークレーズは。でちょうど2008年にリーマンショック来ましたね。もうちょうどど真ん中って感じでしたけど、爆心地ですね。実際どうだったんですか、そこの影響というか。ちょっとですね、ババ抜きみたいなところがあって、各社取ってるリスクのやばいところを他の会社に引かせるようなことを全世界でぐるーってやってたらリーマンのところで止まっちゃったっていう感じなので、もうみんな持ってるものが次々ボッカボカボカンって爆発してるんですよね。なるほどですね。みんなでこうリスクを押し付け合ってたら、その残ってったリスクがもう一気にバーンとなっちゃったと、なっちゃって、それが同時には爆発しないんで毎日のようにあちこちで爆発してるんですよ。やっぱり例に漏れずバークレーズさんも爆発したんですか。もちろんそうなんですけど、何が良かったかっていうと、再後発だったんで爆薬の量も少なかったんですよ。これちょっとあのうまく冷やしながらこう新刊抜けばソフトランディングできるかもっていうことでですね、非常に周囲がバックアップしてくれて一生懸命抜いてました。私もうちょうどど真ん中ってことで、そのリスクを取ってた担当ってことですもんね、富田さんが、はい、その当時のバークレーズにおいてはですね、もうでも一番ヒヤヒヤなわけですよ。いやもうだからイギリスが本社 で我々の直属の家がニューヨークだったんですけど、そこからですね調査部隊が押し寄せてきてですね、お前のやってる案件危なくねえかっていう、裁判のようにですね1週間かけて説明し、あ案外大したことないのねっていうお墨付きが出たっていう感じですね。そのバークレーズさんにあの漏れずなんですけど、他の投資銀行の方とかのお話聞いてると、もうリーマンの時に一気にクビになったとか、ね、会社経営傾いてどっかの国から撤退したとかっていろんな話をお伺いするんですけど、実際そこは中にいた方としてどうでしたか。やっぱりあのもうこの仕事締めようみたいな部署はいくつもあって、それはもうどん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 なくなっていくって感じです。それもうこの仕事締めようってなったらそこに所属してる人ははいなくなっちゃって、昨日一緒に頑張ろうなって言ってお酒飲んでたチームが翌日いないとかですね。仕事いないですもんね。いないんですよ。あれ衝撃大きいですよね。もう翌朝行ったらデスクがないみたいな、綺麗になっていて何が起きたかをハッて気づくわけですよ。若い子たちはもうそれ見ても俺こんな世界で働きたくないって普通に言いましたね。そうですよね。体感どのくらいの方がもうそこでいなくなったんですか。ただですね、バークレーズはその時株っていうセカンダリの部分を持ってなくてですね、リーマン買収して株やっちまおうって言って膨れ上がった部分もあるんですよね、だから減ったのと増えたのが相殺されて結果的にはもっと増えてたっていう感じですね。バークレーズ単体で言えばですよ、業界で言うと私と同じ仕事してた人間が300人ぐらいいて、2009年ぐらいに数えたら15人しかいないから、95% で消えたっていう感じですよね。割とこうコミュニティになってるんで、他の会社にも知ってる人間いっぱいいる
から、はいはいはい、あの会社なくなったとあの会社まだいるらしいみたいなことをちょっと集計したら15人ぐらいでした。やばもうなんか信じられない規模感の話ですねっていうことがしょっちゅう起きてました。で証券化っていう仕事はそれで事実上なくなったんですよ、はいはいはい、バーゼル規制っていうですね金融機関の規制とかあるいはアメリカのボルカールールっていうのがあって、うん、投資銀行が自分の会社の金突っ込んで要するにギャンブル的なことをやるなんてもう許しませんと。今後はもう潰れそうになったら公的資金でも入れて絶対潰さない代わりにもうインフラに徹しなさいみたいな感じになったので、うん、私と同じような仕事をした人のかなりの部分はいなかったですね。そうなんですね。証券化ってじゃあ今入る人たちっていうのはその証券化のお仕事とかっていうのは特にもうだいぶ減ってないっていうのはリスクを取らない形の証券化は今も続いてると思うんですよね。大きな金融機関とかが自分が持ってる住宅ローンをこれ証券化してくださいって言って手数料をもらって証券化するとかっていうのはやってると思うんですけど、まあ私がやってた時のようにこんなまだるっこしいからうち買いますみたいなでやっときますからみたいな仕事はもう禁止されてるって感じ。結構投資銀行の醍醐味ってやっぱりそこじゃないですか。そうですね。だから結構そうするとやっぱり今の投資銀行はちょっとやっぱり昔よりだいぶちょっと魅力がなくなってるみたいな感じなんですかね。私も辞めたのが14年なんで、はい、7年前なので最新事情がお伝えできないとちょっと申し訳ないので取材したんですけど、はい、やっぱりですね言ってたのは全世界的に若手がどんどん業界から抜けていくっていうそういうことが起きていてなので若手の給料を上げたりしてるみたいですね。ああ、それ若手が抜けちゃうのはなんでなんですか。やっぱりあのインフラに徹するもうルールで縛られて決まったことをやりなさい価値ある仕事なんですけど自由度がないから、それは IT とかですね、まあ、ウェブのマーケティングの世界で自分のアイデア勝負でいくらでも仕事作れるし仕事面白くできるっていう方がやっぱ若い子には合うと。ああそうなんですか。入ってくる子もですね、うん、我々の頃はもう頭は当然いいし、はい、スポーツもできるし、うん、女の子にモテるし欠けてるとこがないみたいな人材がドーンと入ってたんですけどいつの間にかそういう子たちはもう投資銀行見向きもしなくなって真面目にコツコツ頑張りますみたいな、うん、眼鏡かけちゃってみたいなこうバッカだって言ってました。そう違いますね。投資銀行さんのイメージってやっぱこうリスク取ってお金突っ込んでそれ増やして、はいはい、でまあすごい儲かってるっていうようなイメージがあったんですね。その特に IB さんの部門とか、はいってまあ、その結果のリーマンショックだったなるほど。かなり大きな反省が世界中に起こったって感じですね。今のじゃあその IB の部門多分セカンダリーとプライマリーでとか IB とそれ以外でとかって分かれたりはすると思うんですけど向いてる人だったりとかこういう指向性みたいなのは変わってはきてるって感じなんですね。まあ、そうですね。ちゃんとルールを守ってきちっとエクセキューションできてっていう逆にハードワークじゃないらしいですよ。もうブラックな環境はダメだってことになってカバレッジの方の子は今もリモートだから会社にも来ないって言ってます。それはもう案件数自体がまあ減ってるっていうのとあとはやることが粛々とこう回していくことになったから。そうですね。だからインフラ企業ってことはまあ電気ガスみたいな会社と近いのでガツガツ儲けに行かなくてもいいからちゃんと金融ビジネスを支えなさいっていう方向に変わってきてる。はあ、なんかちょっと夢がないというか、うん、寂しいですね。寂しいですね。寂しいですけど、まあ、それはそれで価値ある仕事なんで、うん、まあそうですね。実際のバークレーズのディレクター、まあ、だってディレクターってやっぱりもう上から数えた方がでも早いポジションですよね。全体の人数っていうと上積みの方、そうですよね。機械性ですけど、いや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 その方の年収が気になって仕方がないんですけど実際バークレーズさんどんなもんだったんですか。バークレーズっていうことじゃなくてですね、だいたい業界平均で語られるんですよ。そうなんですね。リーマン前5で全然違うんですけど、リーマン前だったら多分ディレクターっていうのが相場で。年収チャンネルでは年収ガイドブックを視聴者皆さんにプレゼントしています。フリーランス向けオンラインサロンもやってます。出演者募集中。概要欄をご覧ください。